ジャイアントコーン。画像右は、棒化したもの。画像左は、油で揚げたもの。ジャイアントコーンは、トウモロコシの一品種である。種子が白く大きい。棒状態のジャイアントコーン一粒の大きさが2センチメートルくらい。あるが、トウモロコシの棒自体の大きさは普通のトウモロコシと、あまり変わらない。軸が細い。甘みは、あまりなく、ややボソボソした食感がする。 ペルー中南部ルバンバ地方の標高約3000メートルのごく限られた地域でのみ栽培される。主に南米のアンデス地方で食用とされる。現地では直路と呼ばれている。スープに入れたり、肉料理などの添え物として用いられ、極めて庶民的な食材である。柔らかく溶かしたチーズやヤホアをつけて食べることも多い。アンデス地方の田舎では、 保存食料とするために本種を抜先に干している。日本では油で揚げ、塩をまぶしたものをおつまみとして食べることが多い。カシューナッツなどのナッツ類と混合し、おつまみ用のパックとしてスーパーマーケットなどで販売されている。また、爆裂種のトウモロコシはポップコーンの原料として使用されているが、本種は防火によるポリコーンの原料として使用されている。ありがとうございます。